上田博之、吉山和俊、丹健一選手のトリオです。上田、吉山選手はベテランながらトリオは初めての経験です。F 難度のジャンプから決めてきました。F 難度のプッシュアップ、そして A フレーズ B 難度です。トリオもシングルと同じように13の技を同時にこなさなければなりません。同じタイミングでこなして一人でも失敗すると難度がなくなってしまうんです。そして3人の位置性も大切ですね。この3人は男性の3人であったり女性が混ざっても OK です。競技のエリアが狭く見えますよね。 7.6 メートル四方の正方形の競技エリアです。ジャックフレーズでは3人のフォーメーションを変えながら流れのある動きを作ってきました。1分45秒間踊り切りました。上田選手、吉山選手、そして丹選手のトリオです。3人ともちょっと技術差が実際にあるようなんですが、それをうまく構成面でカバーしてチームのまとまりのある内容を持ってきました。誰か1人が目立つというのではなくて、3人の位置関係をうまく配分しながら全体として非常にバランスが取れた内容になりましたね。得点8.63、 高得点をマークしています。トリオの得点は 8.63、 8.63 でした。西日本地区代表、手島利美、沢野真子、木村琴美選手のトリオです。明るくはつらつとした感じがいいんじゃないでしょうか。大阪出身の3人、 7.87 で4位でした。こちらは東日本地区代表の高倉亜希、小峰里奈、田崎珠恵選手のトリオです。技の難度は高くはないんですけども、その位置性が素晴らしいですよね。動きのタイミング、可動域等です。ぴったりですよね。女性3人のキュートな感じがよく出ていると思います。逆にこれぐらいですね、選手の間が近い距離で動くというのは難しいことなんですね。はい、必修動作もきっちりこなしています。見事な入れ替えを見せています。得点は 8.04 で3位に入りました。注目のトリオです。男性シングル部門のチャンピオン出口康武選手、そしてトリオを組むのは菊池親子、
キミコ選手が41歳、そしてその息子さん健太郎選手16歳です。出口選手と菊池キミコ選手は去年ペアを組んでチャンピオンにもなっています。3人広がった面白い位置から演技がスタートしました。特徴にうまくマッチした構成ですね。はい、ハイフジャンプです。これはディモンドのプッシュアップ。面白いフォーメーションを使ってきました。個性の違う3人をうまく作品に生かしてきましたね、はい、ここで特徴が変わります。ちょっとこの辺の非予測的なっていうんですか、展開が面白いですね。最後はリフトで終わりました。シングルのチャンピオンと母と息子、個性は違いますけど最後まで息が合ってましたね。ですね。菊池キミコ選手ですか、真ん中できちっと演技を引き締めていました。もうぜひもう一度見てみたいっていう内容ですよね。なんとはそれほど高くは出なかったんですが、技術芸術それぞれ大変優れていたと思います。そうですね、8点のちょびっとくっつけばいいからね。8点は乗りました。 8.39。 ただ上田トリオには及ばず、出口菊池トリオは2位です。